プエルト・ウィリアムズは、チリの港町。南位55度に位置し、2019年5月時点で、世界最南端の都市である。プエルト・ウィリアムズの通りの景色ビーグル水道に面した、ナバリノ島の都市で、2017年の人口は1868人。名前は、アイルランド人、ジョン・ウィリアムズ・ウィルソン船長に由来する。定住が始まった1953年頃からは、 主に海軍の基地として用いられた。1960年に302人の人口が、1982年に1047人となり、2002年には1952人になっている。人口の4割ほどが、地理海軍の関係者及びその家族という情報がある。地理空軍管理のサニャルト空港がある。2012年現在、 ダップ航空という地域航空会社の運航のセスナ機が日曜日以外発着しており、チリのプンターレナスの空港より1時間15分かかる。ホテルなどの宿泊施設も存在している。プンターレーナスに本部のあるマガジャネス大学のキャンパスがあり、世界最南の大学キャンパスである。また、世界最南の中学校も存在する。 近年では、南極圏への観光拠点として発展している。2019年3月29日に、町から市に昇格され、それまでのアルゼンチンのウシュアイアに代わり、世界最南端都市となった。プエルト・ウィリアムズの気候は1年を通じて冷涼である。夏でも最高気温は、摂氏15度程度である。しかし冬は、井戸の割には、寒さが厳しくなく、 最も寒い7月の最低気温でも、氷点下1度程度、平均気温は、摂氏1.3度である。気候は、欠片の気候区分によれば、西岸海洋性気候の CFC となる。町役場公式サイト。ありがとうございます。